古橋口今橋口シュゲルトラクチウスキ城は大分県臼杵市にあった日本の城城跡は大分県の史跡に指定されている戦国時代大友総林により臼杵城の前身となる入島城が築かれ大友市の拠点となった江戸時代には臼杵藩の藩庁が置かれた入島は北南東を海に囲まれ西は干潮寺に現れる 日潟の陸地で繋がるのみという天然の要害をなしていた。ちなみに、乳頭の乳とは金属鉱石の産出する島という意味である。吉重はこの島一つを城郭化して、日潟を干拓して、城下を形成した。城には三十の天守と三十一基の矢倉が挙げられた。そう二階作りの十箱矢倉と呼ばれる形状をした二重矢倉が特徴的であった。廃藩後は、 天守以下建物は一部を残し取り壊され、周囲の海も埋め立てられた。現在、城郭主要部は都市公園として整備され、石垣、空堀が残る。また、二の丸に畳櫓が、本丸に切り妻作りの宇と楽地門脇わきが、それぞれ現存する。15世紀後半、大友氏の16代当主である、大友正地が一時的に薄木に本拠を置いたことが知られている。 正近は後に、大内義沖によって処刑され、本拠地も府内に戻されているが、その母大寺である改造寺は、現在の臼杵市内にあった。通説では永六四年、毛利氏との戦いに敗れた大友義重は、翌永六五年に、臼杵湾に浮かぶ入島に、新城を築き、大分府内大友館から移ったとされている。だが、1557年10月29日に、 宣教師のガスパルビデラからイエズス会に送られた書簡には家臣の反乱を避けるために入党に移ったことが記されており、その後 A6 年間書島までの大友氏関係文書を分析しても吉重が要人との会談や家臣の呼び出しを薄気において行っており、そのまま在所をしていた可能性が高いことが裏付けられる。従って具体的な時期を断定する資料は存在しないものの、 吉重自身は、工事3年前後には、薄木へ拠点を移していたと考えられている。府内では、既得権益が障害となり、大友氏が十分な経済的権益を確保できなかったが、新たに薄木に本拠を移すことで、薄木の港と城下町が一体化した経済都市を作り出し、安定的に直接支配する体制を構築しようとしたと推測されている。 ポルトガル人宣教師、ルイス・フロイスの記録によると、城下には多くのキリスト教の施設が混流され、城内には礼拝堂もあったとしている。その後、田原親抜きの反乱鎮圧のために天正7年から2年ほど、府内に成長を戻しているものの一時的な措置であり、大友氏の海域まで薄木に本拠地が置かれていたと考えられている。天正14年の島津軍の侵攻に対して、 国崩しと呼ばれたポルトガルから入手の大砲、フランキ砲を動員するなどして、島津軍を退けたが、城も城下も大きく損失した。その翌年、大友義繁は死去した。文禄慶長の役にて、義繁の着手義宗が敵前逃亡の咎を受けて、改役処分となり、代わって、石田三成の妹婿である、福原忠孝が3年の間居城。慶長2年。 大田和義が入場して、城下の復興や城の金星城閣化が行われ、城の北西部の祇園巣に三の丸を増築し、大手門を現在の場所に移すなどの大改修が施され、現在のような姿となる石を築いた。関ヶ原の戦いの後、慶長5年に、美の国軍城や幡より五万国で稲葉貞道が入宝、その後、稲葉の利道と二代にわたって集築が行われ、 現在のような姿となった。稲葉貞道入場以降、明治維新まで稲葉市十五代の居城となった。1873年には木内の建物が一部を残して払い下げて撤去された。1877年6月1日、野村押付式する薩摩軍機兵隊の進行に備えて、旧薄木藩の家老であった稲葉雷が薄木隊を組織して、薄木城に籠城。 騎兵隊の襲撃に抵抗するが、薄木城は落城し薄木は薩摩軍に占領される。6月7日、新政府軍から四個大隊と軍艦三隻の援軍が送られて、6月9日、薄木城を奪還。薩摩軍は熊田に撤退した。1887年には、城の周囲の海が埋め立てられた。1966年には、大分県の史跡に指定された。2001年、 二の丸大手門にあたる大門矢倉が木造で復元された。2017年には俗日本百名城に選定された。天守は34階で、平面規模は6軒四方、高さは天守土台から6軒一尺あった。外観の形状についてはつまびらかではないが、各時代の白絵図では様々な姿が描かれ、官営年間に作成された。 薄木城絵図の天使は暴露型のように描かれ、17世紀半ば以降の薄木城天使は相当型のように描かれている。複合式、または連結式で絵図によって異なるが、二重の鍵型の多門櫓と一棟の二重櫓を描いてあったり、二重櫓を三頭描いてある描写もある。遠方年間,間の指図では東側に五棟の付け櫓平面が連なるように描かれている。 2007年度に薄木市教育委員会が行った本丸天守台の発掘調査によって石垣構造や聖地双法が二物から天守台石垣が文禄3年から慶長5年の間に築かれたものであることが分かったこの時期は薄木城天守が建造された時期と重なるまた明暦元年には天守古修理制とあるが天守台石垣も この回収の際に一部積み直した痕跡があり、店主の修理は大規模なものであったことが伺える。赤紙量、大友の聖書 ISBN978 から47億5841万3268。ありがとうございます。